東海バス沼津営業所は、静岡県沼津市にある、東海バスの営業所である。主に、沼津、三島地区の路線を担当する。三島エクスプレス、編集三島羽田シャトル、編集以下の路線を運行している。沼津三島線、編集柿田線、編集、N12、道庭始発は、卸団地側の停留所を利用。n 十七は2020年5月7日のダイヤ改正から、 運休中。黒瀬経由医療センター線、編集私立病院線、西の浦線、編集 N11、系統以外すべてのバスが、淡島マリンパーク、泉都市パラダイスを経由する。あずまも子を、木の急線、編集温水プール線、編集和牛道循環線、編集名電車線、編集沼津港線、 編集伊豆箱根バスの沼津港循環と経由地が違うため注意が必要である。新城橋線、編集、三島沼小線、編集玉沢線、編集三島市内線、編集元、箱根線、編集2020年4月25日以降は臨時ダイヤで運行しており、N65 箱根町港発着、中発と N66 特急は運休。 特装、太平線、編集長泉北小学校、桃沢号線、編集2021年4月7日より、運行開始。運行便は日によって異なる。西伊豆特急バス、編集私立病院線、西の浦線、編集、東桃号、木の急線、編集沼津港線、編集新城橋線、編集な古屋温泉口にらやま循環、編集詳細は、 東海自動車車両を参照所有車両は三菱不桑、伊須津自動車、日野自動車製。近年の発注車両は中型ノンステップの伊須津エルガミオと日野、レインボーがほとんどで他社からの転属車、引き継いだ車両以外は大型路線バスの導入はない。また、箱根登山バスから移籍した一部のタコグラフが90、K タイプのものが装着されている。 2020年の東海バス発足前は2005年前期までに導入した自社発注車両に箱根登山バスと東海自動車のデザインを合わせたオリジナルカラーを採用していた。また箱根登山バスより移籍した車両は2009年前期までに行われたものは一部を除いてそのままの塗装で運行している。2009年以降に行われたものは東海バス標準カラーに 都職変更されている。東海バスグループ内での転属車については、他グループ会社同様、東海バス表記を採用している。2000年以降に導入された新車からは、広告枠が初めから設置されておらず、車体広告については部分ラッピングで対応。車体の腐食を防ぐ効果もある。西伊豆特急バス用に、三菱不走の貸し切り用路線バスが存在していた。 最近では、小田急バスから、大型ノンステップバスが2台、神奈川中央交通から、大型車両が1台それぞれ移籍してきた。貸し切り用に三菱エアロミリ、日野セレが三菱エアロバスがある。高速車としてトイレ付きのエアロエースが投入されている。他、小田急箱根高速バスからの移籍で、エアロバスが在籍している。テレビアニメ、ラブライブ、サンシャイン。 の劇中に登場するユニット、アクアによるシングル、君の心は輝いてるかいのアニメーション PV にバスが登場しており、強力に沼津登山東海バスとしてクレジットされている。2016年7月9日には、同作品が沼津市内浦を舞台としていることから、ラッピングバスの運行を開始した。当初は2017年3月31日まで、 運行予定であったが、好評かつ、アニメ日記放送決定のため期間を延長、2代目も導入。さらに、アワシュママリンパークで2018年3月より、開催予定のリアル脱出ゲーム、孤島の水族館からの脱出を記念し、2017年11月より3代目が運行を開始。2019年5月14日からは、4代目として、高速者が、 三島エクスプレスに投入された。2020年4月の新型コロナウイルス緊急事態宣言発令前までは、いずれのラッピングバスも運行ダイヤが固定されており、ホームページでも確認できたが、緊急事態宣言発令後は公開注意をされていた。ダイヤ公開再開は高速路線車の4号車が7月4日の運行再開から、 一般路線車の13号車は7月27日から公開が再開された。また、西の裏線の N21、N24 系統をラッピングバスで運行する場合、車両元に一部停留所でアクアの以下のメンバーがアナウンスを行う。さら、に、運賃表にはイラストが表示される。株式会社東海バスオーレンジシャトルは、かつて存在した小田急グループ。 東海自動車の子会社である。本社を静岡県沼津市、陶器町の本店を静岡県に投資に置いていた。ありがとうございます。